はい、皆さんこんにちは。足の専門家中島武史です。で、今回の動画はむくみについてですね。ふくらはぎ、足のふくらはぎがめちゃめちゃむくむんだけれどもという方についての、動画ですね。簡単なちょっと工夫でむくみって劇的に解消することができるので、楽しみにしててください。ですから今回のこの動画は、足がむくむ人ですね。で、申し訳ないんですけれども、デスクワーク、ずっとデスクワークでむくむっていう方はちょっと対象じゃないかもしれないですね。で、それ以外の基本的なむくみ、普段から足がむくみ気味とか、立ち仕事が多くてとか、そういう方にとってはすごく役立つ動画になるので楽しみにしておいてください。はい、ではむくみなんですけれども、結論から言うと、前重心で立ったり歩いたりするのをやめたらむくみはめちゃめちゃマシになります。だからまず最初に私が皆さんにお伝えしたいのは、むくんだ時に、どうやってむくみを取ろうとか、リンパを流してとか、あんま考えたらダメってことです。ダメってことないな、あんまり順番間違えてると思うっていう話ですね。どういうことかというと、むくんでるということはむくむ原因になったものがあるんですね。で、そのむくむ原因になったものをどうにかしなければいつまでもむくみはあるわけです。なのにむくむ原因を解消もしないでリンパの流れを流すためにマッサージとかするのは、それは悪かないけど、これって例え話で分かりやすいかどうか分かんないですけど、説明してみると、庭に木があって、その木が枯れ葉をものすごい落とすと、でそのせいで側溝っていってほら溝が詰まると、でそれで溝の掃除をせなあかん。でそしたら溝の掃除をしょっちゅうすることが側溝をきれいにすること、まあそれはなるんですけど、よりかはその木を切っちゃうとか、その枯れ葉が落ちる木をどうか、まあ、あれなんか処理しちゃうとかの方が本質ですよね。そうじゃなかったとしたら、側溝をいくら流してもまた木、枯れ葉が落ちてきますよね。今言ってる話ってそういう話なんです。だからむくむ時にリンパの流れどうのこうのって考えて、リンパを流すとかって思っちゃってる人は側溝を一生懸命掃除してるのと一緒です。それに対して私が言ってる話っていうのは、その気をどうしようかっていう話に近い話ですね。だから本質に近い話だと思ってください。だからむくみが出たらむくみをどうするかじゃなくて、むくまないようにするにはどうしたらいいかの話をしてると思ってくださいね。はい。で、それが足の前重心にしなければむくみは解消できるよという話だったんですけど、なんでかっていう話をまたそこを詳しくしていってみると、むくみの元になっているのは、体液ですね。リンパとかその、血液とかが下に下がって上がってこないわけですけど、人間って血液にしても体液にしても心臓から下に行って、心臓がポンプになっているから、血液でいうと分かりやすいですね。心臓がポンプになっているからここから出ていきやすいんだけど、下から上がってくるときにはどうやって上がってきているかというと、筋肉の動きで上がってくるわけですね。筋肉が、伸びたり縮んだり、硬くなったり柔らかくなったりでこう上がってくるわけです。その力のおかげでね。だから適度な運動というのは血液の循環にいいよというのはそういうことですね。適度な運動して筋肉が動くと循環になるということです。実際筋肉、血液も筋肉でできてますしね。平滑筋かな。血液じゃない、ごめんなさい、血管。で、そういう意味で言ったら足動かした方がいいんだけど、じゃあ足のふくらはぎの筋肉っていうのはヒラメ筋とか腓腹筋って言われてる筋肉なんですけどね、これが柔らかくなったり硬くなったりしてればちゃんとポンプとして上がってくるんです。で、それが普通の人間の動きなんだけど、ヒラメ筋や腓腹筋っていうのはつま先立ちの状態になってると使う筋肉なんです。つま先立ちっていうことはどういうことかというと、前に荷重してる状態になるとここ筋肉がカチカチになるやつなんです。ということは簡単に言ったら、つま先立ちまでいかなくても前に荷重してるということは、腓腹筋やヒラメ筋ずっと筋肉力入れちゃってるってことなんです。なんとなく分かってきました。そう、だから前重心の人ってずっとふくらはぎカチカチ、筋肉力入れっぱなしで生活してるみたいなもんなんです。そうすると柔らかくなったり硬くなったり、柔らかくなったり硬くなったりしないから、だから循環しにくくなって下がってる。それを人間の手でこう押し流したりするのって、やったら意味はないことはないけれども、それよりかはその前重心やめた方がいいよっていう話になるわけですよね。なんとなく分かっていただけますでしょうかね。で、じゃあ、具体的な話で言ったら、どうなるかというと、ちょっと一回私がやってるのでやってみましょうか。多分皆さんは自分で前重心のその何て言うんですかね、自覚はないと思うのでね、こういうのって前重心なんですよ、こういうのダメなんですよ、これは前重心になっちゃってるんですよ、でこれをどうすればいいんですよというのを今からちょっとやってみますね。
はい、では実際にちょっとやってみると、まあ、前重心でないというのはこういうことなんですよね。かかとの上、まあ、正確に言ったら、外くるぶし、これですねの前部分あたりと思ってもらったらいいですね。このあたりの真上に、大天使肩峰が来る、この状態がかかとに重心がある感じですね。でこれにするとふくらはぎ、すごく楽なんです。ただダメなのは、明らかにダメなのはこういうやつですよね、うん、これはもう完全に、なんて言うんですかね、今前に倒れていきそうなのをこう前側部、ここで下にグッと押さえつけて、これの手前、今からこういう動きをするしますの手前みたいな感じの力をかけちゃってるんです。要するに、これまあ、低屈っていう動きなんですよ。専門的には足でグッと下を押さえるような力をかけちゃってるんですね。そうするとふくらはぎの筋肉をずっと使っていると、うん、だからこれをこうしたいわけですけど、大体こうしてた人っていうのは基本的にね、こんな感じの姿勢はしないんです。こう明らかにおかしいんで、前に行ってるけど上半身を起こしてて、一見まっすぐに見えるような感じの立ち方。これだから横から見たら、一見上だけ、ここだけ見たらまっすぐに見えますよね。でも下半身と合わせて見ていただくと、かかとの真上にはないわけです。かかとの真上に来ると本当はこうのはずなんですよね。それがこうのこうしちゃってると、でこれすごいふくらはぎむくむし、しんどい立ち方なんです、うん、でこの人がそのままじゃあ後ろ重心にしようと思ったらこうなっちゃうんです。でこれでこけるわっていう形なんです、うん、だからどうすればいいかというと、イメージはこうやってる人はお尻を引くようなイメージ、お尻を引くようなイメージ。本当は鏡をちゃんと立ててみて、鏡に外くるぶし、大天使、大天使というのは大体で言えばこのね、これ今ちょっとデザインが違うか、ズボンの横の線あたりがまああれなんですけど、これの場合、僕の場合大天使ここなんですけどね。で肩峰が一直線になるのが、まあそれを見る方がいいんだけど、そうじゃなかったとしたら自分で下を見てみて、足首の付け根のここが見えな、もしこうやって見えなければここが前出てるってことです、うん、そこが見えるところまで引いてもらったら、これでまっすぐですね、うん、こういう感じで、これを標準として立ったりするとめちゃめちゃふくらはぎのむくみを増しになります。だからあと立ち仕事が多い人とかであれば、こんな風にして立って仕事してへんかなってやつですね。例えばなんかここで作業する仕事があるとしますよね。そしたらこんな感じで立ってへんかなってやつです、うん、あとは台所に立ってる人とかね、お母さんとかはここシンクにこうやって当ててへんかなってやつです、うん、こうめちゃくちゃふくらはぎむくむんでね、それをこういう風にするだけでめちゃめちゃマシなんです。はい、いかがでしょうか。一度騙されたと思って試してみていただいて、本当は歩き方まで変えた方がいいので、歩き方の話はまたちょっとおいおいでどっかでしようと思うんですけれども、まず今の重心の取り方ですよね。立ち方、重心の位置がこの位置にあれば足はむくみにくいというのを試してみてください。びっくりするぐらい変わりますんでね。実際に私過去これに近い動画を、ちょっと上げたことあるんですけど、そのコメント欄なんか見ていただいたら、うわこれだけでめちゃめちゃむくみましになりましたというコメントすごい上がってるのでね、ぜひとも頑張ってやってみていただいてはいかがでしょうか。